サブイクイズ。おお、そんなんやるわざわざ。ママです。エビです。ウルカです。最強クイズ集団カブリッチョチャンネルです。よろしくお願いします。何させんのサブといえばサブタイトルですよ。おお、はい、サブで切ってなかったけどね言われたタイプ。サブイ、サブイ、サブイクイズです。今日はサブタイトル。はい、もうシンプルに私があらゆるもののサブタイトルっぽいものだけを読み上げるので、まあ、メインのタイトルを答えてください。なるほどね。ふんわりいくと最強クイズ王集団って言ったらもうカプリティオチャンネルぐらいの返しでいいです。あれサブタイトルだったんだ俺たちあれもサブタイトルの一種、まあ、なるほど。 そのくらいのものも出るっていう感じですね。もうちょっとちゃんとしてるかも本編は。じゃあベース作品が答えってことですかね。ベースは作品が答えです。こういう感じって言うともうそれ出そうだから、なかなか言えないよね。そうだね、もう言えないです。じゃああれだ、愛の海、シーサイドブルーみたいなんで、うん、シーサイドブルーが出て愛の海って答えるってことだ、うん、それ何？あ、それ架空の俺の歌です愛の海絶対被んない例みたいなことですよね。でもね、はい、問題になかったのでホッとしました。よかった。それ何すぎるだろう。そうだ、3秒前に作ってる歌だもんな。よかったよかった。正解プラス1ポイント、後藤は10秒休みです。ただ結構パンパン正解出ると思いますので、うん、もうさすがクイズ王みたいなテンポで進んでいくことを期待しております。よし頑張ろう。それでは早速参りましょう。では早速参りましょう。よし、問題。明治剣閣。古川さん、流浪に剣心。そうだよ、はいはい、早いよ、はいはいはい、孫ことなきサブタイトルですよね。そうですね、はい、めちゃくちゃ。いやね、これ出るとね思ってないですね何にも浮かばないサブタイトルなんて今はい、でもまあ分かりました、めちゃくちゃ。ただ絶対にこのクイズに適性があるとかではないそんな人はいないはずだから。たまたまピンとがあった。たまたま、そうそうそう、なのでね、ピタッと合うのがあるかもしれないので。そうそう、毎回よし気を抜かずに押してください、はい、じゃあどんどん回ります。問題、ドクターヘリ緊急救、うん、古川さん、コードブルー。そうだよ、はいはい、早い。おっさんホイホイクイズじゃないかな、大丈夫。いや僕若い子が好きなドラマだなと思って答えましたけどね。今の若い子は知らんそうかそうか。いや俺たちより、ね、まあ、ちょい下だけど若かねえだろ。あの30代前半くらいの若い女の子がめっちゃ見てた感じ。まあまあまあ、まあ、コードブルーですよね、ドクターヘリのドラマ、はい、そうです。パパパパパパって、ヘリの音いっぱい。ヘリがバババババババ。俺たちドクターヘリの時点で浮かんではいるからヘリのなんか解像度低いとかじゃないですよ。バババ思ってましたし、大丈夫。私がコードブルーの解像度が低かったため。で続いての問題、問題、素晴らしき無駄知識。古川さん、トリビアの泉。そうだよ、いやそういえばそうだった、うん、俺素晴らしきでトリビアかなと思ったけどちょっと待ったもん、ちゃんと俺結構得意なのかもしれない。そうそう、得意な人だっていないと思ってたけどワンチャン得意あとこれも若い子がどのぐらい知っているか不安になりました。これはね、知らないまである、うん、これ若い人は知らないんだよ、素晴らしき無駄知識。トリビアですね、まあ、30代までかな。キリチョンよね。そうですね、うん、出すまであんまり気づいてなかったんですけど、若干のおこい要素がいっぱい入っております。いいですよ。では参ります。問題、おかんと僕と。あ、確かに。 AT さん、東京タワー。いやー、当たりー。あったねー、ね、はい、これはもういい反応でしたね。おかんと僕と時々音、おとん、おっぽいだなと思ったこればかりはね。まあ、20代はわからんか。でもまあ俺ら世代はピンとくるよね、これ言われるとね。リリー・フランキーさんの小説で、また映画化もされましたね。そうですね。リコさんもついてましたけれども。ついてました。うん、まあボタンが2番目がついてました、うん、俺これあんまピンとこなかったけど、やっぱ物によるね、うんうん、適性があるね、うん、問題によっても違うかもしれない、うんうん、では参ります、はい、問題、背景15の古川さん、手紙。そうだね、やったー、はい、これも名曲ですね。そっか、はい、アンジェラアキさんの背景15の君へといえば手紙ですね。いや、そうですね、あの、はい、イオンの創業者の秋清さんの娘さんなんですよ、アンジェラアキさん。へー、うん、え、秋って名字だったんですか。名字なんですよ、という豆知識。素晴らしき無駄知識。お、そうなんですか。トリビアのやつが。へー、これによる加点は心の中に。ああ、ありがとうございます。よし、これは同点の時強いぞ。心の点数ですので、古川さんです。うん、結構差ついてる。そう、すごい。さらに加点を狙っていく貪欲な姿勢。いいぞ。では参ります。問題。
天空の花嫁。おわ、確かに。AT さん、ドラゴンクエスト、ハイデ。そうだー、いやー、はい、これはね、ナンバリングまで答えていただきたかった。はいはい、まあ、ドラクエのサブタイトルはやっぱクイズにもね、よく出ますからね。そして伝説へとかね。そうね。いや、でも中でも印象的、天空の花嫁。はい、通ってねーわ。通ってない。通ってね。ドラクエ全部全部。あ、全部か。そうか。私、唯一これだけやりました。あ、そうなんだ。僕もしっかりやったの、5だけで。僕全然やってない。やってない。偉いね、ちゃんと。では、どんどん参りましょう。万が一。俺みたいになるな。なんだっけ、これ。エディさん、しくじり先生。見たことあるー。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。若い子にもわかるな。そう、これはまあ地上波でもやってますし、うん、あのアベマでもね、いろいろ特集としても放送されております。これも早かったですね。わかるじゃん、今のサブタイトルも、うん、はい、でもなんかさ、昨日のしくじり先生、俺みたいになるな見たって言わないもんね。一人もいない。やっぱり省略されちゃうんだね、サブタイトルってね。そりゃそうよ、うん、はいはい、いや、あ、面白いわ。そう、あえてね、ちょっと思い出してもらおうと思って、うん、いや、いい。では参ります。問題、エキゾチックジャパン。よっしゃー、古川さん、2億4000万の瞳。そうだったー。そうだったっけ。そうそうそう、はい、あ、そうだった。郷ひろみさんの2億4000万の瞳はエキゾチックジャパンと一緒に入ってるんですよ、うん、はい、カタカナでね、書いてあるやつ、はい、いや、これはもう僕はカラオケでよく歌ってますからね。古川さんのカラオケ定番曲の一つでもありますね、うん、はい、いや、これ嬉しいですね。これ早かった。どんどん参ります。問題、1億人の大質問。 AT さん、笑ってこないと。そうだー、本当だわ。意外とこれもね、笑ってこらえては言うけど、これ先につく、先につくやつだね。そう、先につくけど、これサブタイトルですよね。でもね、確かに、うん、エティ、昨日何のテレビ見たの？見てないです。いや、違う違う、これ言ってよ。これ言ってよ。昨日はちょっと見てないかな。YouTube やったことないのかな。マジで丁寧な振りでね、しくじり先生のくだりあったのに。まだまだサブタイトル掘っていきましょう。問題、昔からある場所。これ古川さん、ハローアゲイン。ハローアゲイン、今回が強い。何これ。これは、あ、でも世代かな。これは世代じゃないですか。めちゃくちゃ売れましたからね。いつも君をを買おうかな。待ちつ、はい、ん、待ち続けた。ダメだ、 A メロからやったから。記憶の中で。そうですね、大体その教えてくれる時サビですよね。結構の尺がありますから。名曲なので20代のみんなも聴いてみてね、うん、これ今でもね、全然刺さる曲だと思う、うん、曲だと古川さんが強いのかなと思いつつ、ね、曲出るの嬉しい。曲もね、その他も出てくるので、まだまだ行きましょう、はい、うん、問題、夜のお菓子。古川さん、うなぎパイ。そうだね。やだー、なるほど。はいはいはい、サブタイトルサブタイトル、そう、まあ、確かに、うん、タイトルなのかという、うん、どうなんですか、それサブタイトルなんですか。はい。ああ、そうなんだ。じゃあ、まあ、そうか、よかったわ。そうか、そっちも出んのか、芸能ばっかだなと思って俺は諦めてたよ。こんなものもありますよ。まだまだ参ります。問題、ルーズコントロール。うわ、やったー。古川さん、新色だ、やったー。超好き。これはダルクアンシエルの新色、3枚同時発売のうちの一番ちょっとハードめな曲ですね。いやー、嬉しい。いやー、これ一生のうち一度でも新色を答えることになるとは。やったー。アメリカ版ゴジラで流れた曲なんですよ、世界各国のアーティストの曲が確か使われてて、アメリカ版ゴジラ見たけど流れてなくて、うん、え、おかしいなと思って、新色流れてないなと思ったら、ゴジラがちょっとこう移動してるシーンで後ろでアイルそのシーンなの。ちょっとだけ流れてた。まだまだいきますよ。問題、脳内エステ。あー、確かに。エディさん、 IQ サフェ。そうだ。テレビめっちゃ撮るな。確かにテレビは AT さんとなんか早いですね。曲撮るな。僕がテレビを見てた頃の番組、ね、あ、そうね、たくさん出てる。ありがたいね、これね。これ AT さんがテレビ見てた時代、私も見てるんですよ。同い年だから。これ高学歴は途中から見なくなるから、ね、見てたレンジが狭い可能性がある。実家に暮らせた頃はやっぱりそうだね、ついてたんで、うん、わかる。でも IQ サプリ面白かったよね、うん、ね、もやっとボール投げてね、うん、伊藤志郎さんに、うん、では参りましょう。問題、警視庁公安部。もう分かんねえけど行くしかねえな。リコさん、すいません、踊る大捜査線でお願いします。あー、古川さん、ドラマっぽいよね、なんだ。でも10秒からして。じゃあ、知らなかったけど相棒。残念。
はい、みんなじもうリコさんもうあと3秒ぐらいでいいですよ。もう一回読みますね。じゃあもう一回読みます。警視庁公安部公安5課未詳事件と AT さん、詳しくないジャンジャンジャン公安未詳、俺もなんか押しとこ。あもったいね聞けたかも。アンナチュラル残念。でもみんなどうすればいいです。古川さんスペック、そのとおりです。何ですかそれ。なんかあの特殊な事件だけを扱う部署のドラマっていうのは分かった。未詳がなんかそれっぽかった。未詳は、まあ、未来の身に詳しいで、まあ、未詳事件詳しく分かんない事件、うん、特別対策係事件簿っていうのがスペックなんですね、うん、はいはいはい。僕ねよく城田優くんと遊んだりするんですけど、優くんが出てたドラマなんですけど、当時ちょっとねちゃんとは見れてなかったんですけど、後々では参ります。問題、はい、What a cool me。 AT さんめちゃめちゃイケてる。そのとおり。見てた頃、まあ、これは見てました、ね、これもまあねちょっと馴染みがあるのは我々世代の可能性が、アラフォー世代の可能性が高いですが、はい、まあね、ます言ってますよね、オープニングで言ってる。クオイア、そうそうそう木村京也さんがね言ってる。じゃあイケてるなとにね、言ってますからね。やっぱ面白かったですよね。面白かったですね、あれね、バカ状みたいな、あのモームスとかに混ぜて、はいはい、やるやつは結構僕のベイビーウルフの後藤をいじる企画の元になった感じはしますね。あの面白回答をいじるやつですよね。そう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 。まだ問題あります。よし問題、Run for money。 あーこれ何、Run for money、 佐川さん逃走中。ランフォーマニー、ありがとうございます。ハンターが放出されちゃったよ一番言ってるじゃん。これを見たことないランフォーマニーか、なるほど。一番ハンター放出させてるから、リコさんが逃走中っていうタイトルと一緒にランフォーマニーって言って、お金のために走ると書いてあります。はい、じゃあまだまだあります。問題、謎解き冒険バラエティ、それからさん、取れ。いやー、なんだこれ。でも絶対知ってる気がするんだけどな。なんだっけこれ。謎解きバラエティ番組か。わかんない。じゃあ一回分しましたね。はい、じゃあ AT さん。バラエティ番組。しかも冒険つってる。謎解きでしょ。はい、じゃあ一回分します。まあここ。じゃあ、はい、I am 冒険少年。冒険要素ね。もうなんか10秒もうあれなんでいいですもんね。はい、それで終わりですか。謎解き冒険バラエティ、俺なんか知ってる気がするんだよな。これね、名前聞いたら知らない人いないと思います、しかも割と今もやってる。あら、え、今もやってる。今もやってる。謎解き冒険バラエティリゾラチャンネルっていうチャンネルだったっていう。リゾラチャンネル面白いんですけど今回はちょっと違いますリゾラの謎解きチャンネルあ、そうな冒険冒険なんかね、でもまあ松丸くん風船割れるかどうかパチンってやってたりするから、ね、ちょっと冒険要素あるからなんかね1分動画の方ね、そうそう私のイメージですけど謎解きと冒険だったら大幅に冒険ですね、だからアイアム冒険少年じゃないの。まあ、なんかね、系統は似てるんだけど、冒険、冒険をしてます。冒険する。で最近ちょっと話題になりましたね、この、はい、冒険のやつ頼むよ。インディージョーンズ最近と違いますけど、はい、リコさん、じゃあ、イッテ Q でお願いします。そうなんです。マジで、あ、そんなだったか。なんとイッテ Q です。そう、世界の果てまでイッテ Q、はい、これ、謎解き冒険バラエティやってる。そうだったわ、あ、いやそれめちゃくちゃそうだわ。最近あの手越くんがね、もう一回出るようになってちょっと話題になっていたので、これは時事問題だわと思って。いや素晴らしい素晴らしい、あ、めちゃくちゃそうだった、言われてめっちゃ納得した。ちょっとね、詰まりましたけども無事答え出ました。やった。次知ってるかな。あ、そんな難易度、よし、任せてください。地球の運動について。ああ AT さん、地、そうだね。あ、これは最近のやつ知ってましたね。ああ、そうですね。これはね、今アニメもやってる、いや、このジャンルは AT はいけますか、はいはい、あとすごく話題になってますよね、面白いとか。へ、地動説を研究する、理系ホイホイって感じ。
系よりはなんか歴史よりな。そうなんだ。見てみようかな。詳しくない俺でもね、聞いたことあったくらいなので、話題作できっと。なるほど、うん、それでは参りましょう。おいおい、問題。スプリング。うわ確かに AT さん春。そうだね。確かにこれは張ってます。あ、張ってたんだ。早かったね今ね。もうね、サブタイトルといえばもう春スプリング。いやいや、そんなことないよ。いっぱいあるだろ。一番有名なサブタイトル、はい、そうな。そうかな。春スプリング。まあ、確かにヒステリックブルーさんのね、はい、なんでとは思うな。確かに、ね、意味同じだから。同じだ、ね、情報量が全く増えてないから、ね。そうね、うん、無事 AT さんに読まれていた問題で問題終了。いや、いい推しだったの最後。それでは結果ですが、リコさん1点、古川さん10点、うん、AT さん8点で優勝、古川さんです。僕芸能がね得意ジャンルなんで、まあ、向いてた企画かなと思ったんですけど、意外と AT がなかなかやるなという感じで、ね、うん、AT も高校くらいまではテレビ見てたりして芸能って共通で分かってたんだなと思いましたね。だからやっぱりそのくらいまでってみんなそういうの通ってくるんだなと思った瞬間、リコって何してたんだろうって思ってバスケをしてたんかなみたいな、バスケしてたね、ちょっとねこともありつつですけど、まあ、僕曲大好きなんで曲の問題正解できて嬉しかったです。ありがとうございました。懐かしみの問題を結構解いたんですよ。よかったなと思うんですけど、夜のお菓子ね今日出てたんですけど、うん、僕はもう真面目なお菓子好きですよ、うん、え、なんですかそれは。リレービスケットって。え、あ、そうなの。それ調べたんだけど、さすがになって出さなかったんですよ。出してくれたんですね。出てれば、出てましたね。じゃあね、うん、みんなが好きなものあんま好きじゃないんで。確かに大衆受けするものいっぱいあったよ。そうなんですよ、うん、もう逆張り人間だったんで、うん、昔から、はい、こんな結果になるとは。順張りしとけばよかったわ。確かにクイズ順張りが有利だから。順張りしとけばよかった。本当にどういうエンタメをなんかそうだよね、逆張りしてて音楽、漫画、バラエティ全部やってない結果、何してたのかな。もう何してたんだろうね。まあでも得意なことね、麻雀とかスマブラとかあるから、うん、まあ、うん、一極集中なんかもね。あ、そうね、うん、以上本日のカプリチオでした。高評価、チャンネル登録、 X のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。